たる、珍兵器。こんに珍兵器、解説のさぎりだ。こんばんは、もう副報でもいいやって感じの綾野だよ。前回のざっくりではニコニコの予約投稿をミスって先行公開してしまうトラブルもあったが、今度こそいつも通りにやっていこう。ざっくりしていってね。では行ってみよう、まずはこちらの珍兵器から。アメリカ版 S タンクだ。低い車高に固定された飛行がスーッと効いて、これは、S タンク。これはアメリカ軍が、スウェーデンのストリッツバブン103に触発されて考案したと思われる、無砲塔戦車のコンセプトデザインで、3人乗りの車体にガンランチャーではなく、飛行とミサイル等別々に搭載しているぞ。ついでにリモートウェポンステーションみたいなやつもついてるね。車長要求ポラも兼ねてるっぽいぞそれ。車両に関する記録は1968年に、MBT70 の開発について、て議論するために訪米したスウェーデン軍の施設が残したものであり、それによると自動装填装置を備える飛行は車体に固定され、照準は車体自体を動かすことで行う。車体は各種対戦車兵器や核爆発への防御に最適化された低い姿勢のシンプルな形状とする。戦場での生存性を高めるために防潤砲塔リングなど従来の砲塔型コンセプトで脆弱だった部分を排除している。ミサイルは垂直発射式で、直接照準だけでなく別の観測車を介した間接照準も可能。地方とミサイルのシステムは完全に独立しており、互いの使用に影響を与えることはない。総じて生存性を重視しており、武装や照準システムは高い位置に配置される一方、乗員は可能な限り低い位置に配置されたとのことだ。その他スペックは画面を見てくれ。地雷に弱そう。普通に考えて進行戦ではなく防衛戦で使うもんだから許して差し上げろ。お次はバングラデシュ軍が、中国製の62式軽戦車をベースに開発した装甲戦闘車両たちを紹介しよう。今映ってるのは 105mm 自走榴弾砲だ。まあそうなるなって感じでもって武装を 30mm 機関砲と 12.7mm 機銃にした歩兵戦闘車。それ戦車でよくない？歩兵運びたかったのかな。でも装甲兵員輸送車は別にあるっていうね。何人運べるのそれ？ 5、6人ってとこらしい。あ、武装は 12.7mm 機銃だ。これもうさっきの歩兵戦闘車にした意味わかんねえな。ほら、戦車じゃ過剰火力ってこともあるから、詳細な仕様や運用は不明だが、いずれも適切な改造がなされなかったせいで運用上の制約が多く、ベースの62式軽戦車より早く2010年までに退役し、スクラップにされたようだ。改造しない方が強かったパターンか。最後はワンマンタンク、マウスだ。また紛らわしい名前だな。話は2016年に、あるオークションで図面や資料の束が売りに出されたところまで遡るぞ。個人の所蔵から未発見の兵器に関する資料が発掘されるパターン、稀によくある。その中の一つに、ドイツの軍需大臣であるアルベルト、シュペアへとドイツ人将校が提出した、一人乗り軽戦車の図面があったんだ。当初この戦車に言及した資料が公文書館で見つからなかったため、資料は偽物であると断定されたが、2019年11月に別のオークションで同じ戦車に関する図面、スケッチ、公文書の写真が売り出されたことで事態は一変したぞ。お、流れ変わったな。これらは2016年に売り出されたものとは異なる資料であり、ドイツ、アメリカ、オランダ、イギリスの研究者らが、この戦車の設計に関心を持ち、調査を始めたんだ。なお資料はシュッターリン・シュクリフトと呼ばれる、1941年にナチ党が使用を禁じた古いドイツ語の方言で記されていたらしい。急にオカルト感出てきてワクワクするな。もっともこの方言を使う地方で育ったドイツ人は、戦中どころか1970年代くらいまでお構いなしに使っていたらしいが。まあそんなもんよね。戦車の設計者はフランツ・ゲオルク、グメリン中尉なる人物で、何らかの理由で自宅に戻った時に制作したようだ。怪我の療養でもしてたのかね。図面の表題は一人乗り小型装甲戦闘車の設計で、戦車の名称は、一人乗り軽戦車、マウス、であったが、この時点ですでに超重戦車マウスの名称が存在していたので、万が一提案が通っていたら構成にかなり混乱をもたらしただろうな。名称の混乱、マジで勘弁してほしい。戦車の寸法は全長3メートル、全幅 1.9 メートル、全高 1.3 メートルで、戦闘重量は 2.7 トン、設置圧は 0.4 キログラムパー平方センチメートルとされたぞ。豆戦車の親戚って感じ。走行圧は10ミリから38ミリながら、14度から45度の傾斜がついているな。なんかトルプーが思い出すな。エンジンは指定されていないが、市販のトラック用エンジンを使用することになっていたらしい。ますますトルプーがっぽいな。なお最高速度は時速 60km が望ましいとされた模様。予定は未定なんだよな。武装は、
2センチまでの機関銃砲と 3.7 センチまでの半自動砲の搭載が可能で、さらに将来的にはグレネード、火炎放射器、発煙筒、重対戦車ライフル、パンツァーシュレック、パンツァーファウストなどを装備したバリエーションを生産できるとしているな。まさかの連装砲装備である。厳密に言えば連装ではなく、独立したボールマウントで車体前方に搭載されるぞ。謎のこだわりを感じる。なお構造上車角は30度に制限される模様。普通に連装でよかったのでは？というわけで砲塔はなく、照準用ペリスコープと3つの視察用スリットのある、キューポラ状の構造も固定されていたぞ。トルプーガト3、シャモン突撃戦車を足して豆戦車サイズまで縮めたような戦車だねこれ。エンジンは操縦席の後ろに配置され、車体容積のためか、第二次世界大戦中のドイツ戦車には珍しく駆動輪は後部にあったようだ。今更だけど、武装の再装填とかどうすんだろうこれ？さあ、また方針が突出する形であるため、急な斜面などでは方針の全部が土に食い込み、破損する恐れがあるな。ガルパンの役トラ現象予備軍だ。そんなフランツ中尉の提案に対する、軍需生産省の返事は1944年11月13日付で届き、お礼とともに却下の旨が伝えられ、一緒に資料などが返却されたぞ。残念でもないし当然。却下の理由は、装甲ハーフトラックで十分だったこととされたが、ワンオペがきつすぎたことも原因の一つと見て間違いないだろうな。知ってた。もっとも、そもそも提案の出された1944年後半のドイツには、大して勝ち飲み込めない兵器に回す資源も人材もなかったんだけどな。そんな提案が許されるのはお偉いさんだけってわけ。なお彼のような提案をする発明家はとても多かったらしく、1944年12月に出版された戦車隊ニュース速報では、将校や兵士、発明家から軍に提出される兵器案の多さについて苦言を呈する記事が掲載されているぞ。負けが込むと一発楽天のギャンブルしたくなるやつ、古今東西を問わず結構おるんやな。無論記事の掲載目的は、これ以上の無駄な提案が出されるのを阻止することであったと思われ、内容としては、戦争に勝つために、様々な兵器の提案をしてくれる君たちの愛国心には、大いに敬服する。だが、揃いも揃って丸い戦車や一人乗り戦車、重量3万5千トンの陸上戦艦の提案を出すのをやめろ。そんな新型車両の生産は不可能だし、事務処理に回せるリソースは無限ではない。インクで紙に妄想を書き連ねる暇があったら現行の兵器の改善に努めろ、といったことがマイルドに記されているな。辛辣。さて、今回はここまで、数を絞ったざっくり、いかがだったかな？単品で動画にするには弱いやつにおまけをくっつけただけとも言う。では、また次の動画でお会いしよう。ご視聴ありがとうございました。ファンアート紹介コーナー。今回は木組、色紙さんからだ。なんか知らないけど祝ってもらったよ。普通に50回突破記念とかでいいんじゃないかな。というわけでありがとうございました。今後ともよろしくね。